まずはじめに、この度は共著者の一人といたしまして、このような事態に至ったことを心よりお詫び申し上げます。先生自身が小保方さんの関与なしに実験をやってスタップ細胞を再現できるというふうにお考えなんでしょうか。論文発表以降、もちろん小保方研におけるスタップ細胞作成実験には何度か立ち会っています。で、まあ、そのもちろんそういう確認、各手順の確認をしたからこそプロトコールエクスチェンジの、内容というものの記載が可能であったわけです。ですから、まあ、今後はだからその私が実際にその捜査に立ち会った経験、あるいはまあ、そこにもちろん私以外にも立ち会った人間がおりましたから、そういうものに基づいて、あるいはさらに和歌山先生からも過去の資料とかをいただいておりますので、そのような情報を参考に検証を進めていきたいと思います。最後にです、小保方リーダーはこの細胞作成の再現実験に、場合によっては助言を求めることがあるんですか、それとも一切排除するんですか。もし、可能な状況が訪れれば、特に我々の地震の手によって再現実験がなかで、できないという時には小保方さんの協力を得られるものならぜひ得たいと考えています。しかしそれは今のところどういう形で、助力を得られるかは、協力を得られるかは明言することができません。そしてしかし検証自身は、検証チームには彼女は加えない形で行います。検証はあくまでも我々が責任を持って行い、小保方さんはの情報を 彼女から情報を求めることはあっても、検証チームの一員として彼女を加えて検証するということはありません。一連の経過というのは、例えば小保方博士の横で、実験を逐一くまなくご覧になってたというわけではなくて、あくまでビデオをご覧になった上で作られていく過程を検証したのみに過ぎないんでしょうか。はい、その、ライブイメージングを見た時点ではそのライブイメージングの部分です。でもその後小保方さん自身がリンパ球採取から、スタップ細胞までの、一連の流れというのはもちろん自分の目で確認をしています。それは何回ご覧になってますか。何回ありましたかね。3回とかでしょうか。